はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ今日は情報性というのをやっていきましょう。情報性ですね。情報性って何ですかってことになるんですけど、まあ将棋とか囲碁やってる人はまあ多少わかるかなという感じになるんですけど、まず朱雀王子がこう通ってますね。朱雀王子があって、まあ 左と西っていう風に感じれば、あ、ごめんなさい、右と左っていう風に分かれるわけですけど、右こっちですね。はい。で、右の方で1棒、2棒、3棒、4棒、左の方で1棒、2棒、3棒、4棒と名前をつけて、縦ですね。縦の列は1畳、2畳、3畳、4畳、5畳、6畳、7畳、8畳、9畳ということになっている。これが情報性です。つまり縦を情、横を棒とするということで、情報性ということになるということですね。はい。縦が情、横が棒ということですね。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。